ビーズ TV をご覧の皆さん、こんにちは。山崎です。そうですね、まあ、個人的にはすごいね、成績を残せなかったので、悔しい1年でした。とにかくバッティングですね。もう少し打てるようにならないと、なかなか試合には出れないと思うので、もう少しバッティングを磨きたいと思います。まあ、もちろん全体的にやらないといけないと思うんですけれども、まあ、今シーズン終わった時点でやはりバッティングの部分がですね、物足りないというか全然ダメだったので、もっともっと、打てるようになりたいと思います。ファンの皆さん、今年1年間、熱い応援ありがとうございました。京セラドームがね、あんなに、いっぱいのお客さんで、に詰めかけていただいて本当に嬉しかったです。結果的に2位という、順位で終わってしまったので、来年こそは必ず、他のパリーグの5球団を倒して、パリーグで優勝したいと思います。応援よろしくお願いします。